おはようございます。おはようございます。モーターステーション TV の丸山ひろしです。はい、 MSTV の小鳥ちゃんこと高梨レイラです。今日はやっと、はい、鈴鹿サーキットにやってまいりました。やってきました、はい、ZX25R チームグリーンカップのための風サーキットミーティング、はい、そしてモーターステーション TV チームとして、はい、たくさんのですね視聴者と一緒に来ましたが、うん、今日は、うん、走行だけ走行、そうですね、あの先導付き走行だけになるんですけれど、これはね結構初めてサーキット走る人も多いので、この先のみんなの成長の第一歩としてすごい大事な走行会だと私は思うんですよね。そうですね、うん、たくさんのね全国からたくさんの人が集まって、北海道から来てますしね。そうですね、そんな模様をですね、はい、今日は小鳥ちゃん初鈴鹿サーキットフルコース、はい、ということでワクワク、まずは車検とかね、はい、受付とかからやっていきたいと思います、はい、それでは頑張っていきましょう。エコー。走行時以外は全員マスク着用の上、スイーティングを終わりましたら、川崎の車検発表の方がはい、はい、はい、こっち、はい、はい、OK、 OK、 受付完了、はい、この後車検です。 OK です、はい、車検、車検の準備です。テーピングとあとは何をするんですか。テーピング、今回は走行会なのでテーピングと配布されたゼッケンシールを貼るだけです。これか。これです。はい、車検、はい、なんかこういう車検場にバイク持ってく車検って私初めてじゃない。うん、いけるか、いけるか。おはようございます。ソーシャルディスタンスを保っていただき、車検 OK の、はい、OK のサインを貼りました。はい、ありがとうございます。ということで車検を無事無事通過か。はい、皆さんおはようございます。今日はですね、風サーキットミーティングの、はい、ZX25R のですね、まあ、体験走行ということで、まあ、ゆくゆくグリーンカップに出るか出ないか超悩んでおります。今回のテーマはですね、あの MSTV でこうやって、来ましたけど、 MSTV の中のテーマはあのレースに出るとき、やっぱり仲間をねなるべく作ろうという、やっぱり一人でやってるとやりにくいところとかがあるので、仲間でありながらやっぱり競争する相手、ほんの少しでもっていうのをね集めようと思ったので、こうやって番組で一つのチームになって来てもらいました。そんな中でですね、番組の方ではこのレースをするにあたって、昨日、ね、レギュレーションのこととか車両どうしたらいいかとかっていうのをですね、随分やっぱり分かんないことはやっぱ多いと思うんですが、強力なサポートをですね、まあウィズミーから私、そしてトリックさんのですね鶴田龍二さんと、山本武弘選手が来ていただきました。基本的にあの今回参加したメンバーはですね、今後も、まあ、我々がですねいろんな意味で、サポート協力お伝えできること、経験値をですねあのお伝えできると思うので、ぜひ聞きたいことがあったら聞いてほしいなと思います。記念品こんな感じになりました。ありがとうございます。で今回、こちら川崎さんの忍者 ZX25R と、忍者チームグリーンカップトライアル、このロゴは川崎さんから正式なロゴをいただいて制作して、でウィズミーとあとトリックスターのロゴを入れてます。はい。ちょっとね、自分でも正直この大きさのドヤ顔を見たら自分が照れた。まあ皆さんこれを肩にかけてくれたら嬉しいなと思います。そうですね、今日も楽しんでいきますよ。
はい、トリックスター代表の鶴田さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回ですね、はい、チームグリーンカップ目指して、うん、はい、たくさんの ZX25R が集まりましたが、はい、どうですかこの盛り上がり。あ、いいですね。我々はね、まあ、ずっとレースをやってきてますけど、はい、まあ、これからレースをする人たちのために、うん、こうやってね一生懸命やっているわけですが、はい、この盛り上がりはどうなっていきますかね。もうどうなっていくというか、もう盛り上げるしかないですよね。盛り上げるしか、まあ、はい、我々が盛り上げるしかないんですよね。あ、っていうかでも、うん、ね、第1弾こけら落としのこのイベントでもたくさん集まってるし、ほんとほんと、ね、はい、若い人もたくさんいるし、うんうん、非常に楽しみですよね。そうですね、はい、あんまりねこうハードルを上げすぎることなく、うん、だけど、うん、そのステージが鈴鹿サーキットってこれすごいよね。いいよ ね絶好のね、うん、いいステージですよね。我々はね昔やるときやっぱりミニバイクとか、うん、小さなサーキットでガンガン走り始めていたんですが、 その舞台をまず鈴鹿サーキットみたいにしてやり始めるって ね、まあ、川崎さんいい機会を作ってくれましたよね、うん、はい、まあ、その代わり安全面をね、うん、我々は一生懸命そこをサポートしていかなきゃいかんですな。それがもう大事、何よりも大事、はい、うん、本当は一番大事なのはマフラー売ることじゃないの。いやいや、一番は楽しんでもらうこと。一番楽しんでもらう。でもやっぱりそこは安全がもうベースにやっぱりなってるんでね。そうですね、はい、はい、どうもありがとうございます。はい、鈴鹿のパドックで川崎さん発見です。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。川崎です。はい、今日はですねなんで来られたんですか。今日はですね、モーターサイクリストの、はい、取材、まあ、体験レポート、はい、そしてこうみんなユーザーさんを取材したいなっていうことで来ました。なるほど、はい、体験レポートってことは今日乗って一緒に走るんですよね。そうです、走ります。この走る風、このミーティングの目的は、うん、今日のこれ自体はやっぱりユーザーさんにこの ZX25R で、はい、サーキットを、まあね、体験していただくっていうこと以外にもあれですよね、グリーンカップにつなげての、ね、うん、レース展開をしていってもらいたいっていう感じですよね、はい、今日乗ってみて楽しかったら、うん、グリーンカップに出たいなっていうふうに思わせていくんですが、そうですね、川崎さんがこうやって乗っちゃうと出たくなっちゃうんじゃないの、うん、出たくなっちゃうかも。どうしたらいいかな。そんな困っちまうな。というね、はい、実は取材している我々も意外とこう ねワクワクはしてるんですよね。そうですね、すっごい楽しみです、はいはい、もしかしたら本番いるかもしれませんので、いえ、いえ、引っ張るなって。引っ張るな。はい、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。小林ゆきちゃん発見です。小林ゆきです。いや、こういう感じでいいですか。大事です。こういう感じでいいですか。あれ、ゆうきちゃんあれじゃないですか。はい、いつも足の寸法のこと言ってるけど、身長160センチ、私のスペック。私のスペックね、はい、今日の体重ちょっと重い、50キロ超えてしまった。体重まで言わなくていいんですけど、手足は4センチずつ短い。、はい、そんなゆうきちゃんがね一生懸命いつもねバイクインプレしてますけど、はい、今回なんか、はい、チームグリーンカップ目指してるみたいじゃないですか。そうっす、そうっす。フル参戦で、フル参戦、自分でバイク買いましたね。そう、なんでそこまでこう思い切ったの。思い切ったわけじゃないけど、うん、なんかやっぱり今ニューモデルをニューモデルとして買えるとき、うん、もう今出ましたっていうときに乗るの楽しいんですよ、うん、なるほど、 H2 のときはそうで、そう、ね、盛り上がってるときにね。そうで、やっぱり25で4気筒、うん、すごいと思って、でも乗ってみなきゃ分かんないじゃないですか、うん、乗ってみたら、試乗会で乗ってみたら、あ、もう掴まれて、なるほど、なるほど、今楽しむしかないと、これ伝えなきゃ。特に若い人たちが、うん、やっぱ今ツーストとかも乗れないし、本物ツーストとか乗れないしね。そうそうそう、はいはい、本物って言っちゃいけないけど、うん、90年代とかのなんかレーサーレプリカとかもオンタイムでもちろん乗れないし、でも今これ4気筒、うん、4気筒すげえっていうのをちょっとね、うん、感じてほしいんですよ。だからね、乗りたいっていう若い方いたら、うん、全然一緒に走りに行きましょうっていうスタンスで今回は。はい、今回ですね、ゆきさんも、まあ、チームグリーンカップのレース参戦も、そうですね、もう目指してね、はい、一生懸命こうやって頑張ってるんでね、はい、ちなみにZX25R の足つきはどうなんですか。はい、足つきね、一応言っとく、一応聞いた、膝ね、もう限界までまっすぐして、つま先も限界までまっすぐすると、うん、なんと両足つく。なるほど、つくんですよ。もうこの話だけで10分ぐらい話してたから。はい、ありがとうございます。
さん初杉田倉庫。初めてです。ドキドキ。後ろには橋さんがいます。大御所が隠れてる新田さんです。すごいドキドキというか、でもここ鈴鹿じゃなくてもサーキットコースインするときはいつもドキドキする。でもいつも以上だな。スタート。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しめましたか？イエーイ。ちょっと一人一人伺っていきましょうかね。はい、はい、まあ小鳥ちゃんは先ほどね、うん、いっぱい聞いてね、よく飛ばしたなと思って、はい、楽しかった。楽しかった。すごかった。すごかったんだ。うん、高速すぎて。高速すぎて。はい、はいはい、さあじゃあ、はい、来た。いやもう楽しかったです。楽しい、はい、ですね、車、サーキット初めてだったんですけど、サーキット車でしか走ったことなくて、バイクで今日172キロまで出せて、全然風を感じることは違ったんで、それが一番楽しかったです。 120% 出しました。はい、出ますね。出ますね。ちょっと余力があって、こう小鳥ちゃんの後ろをですね走って練習したいなと思って、ぜひ行きたいな。北海道からだから練習が大変ですよね。そうですね、本当ですね。機械作ってきます、うん、はい、お疲れ様でした。良かったです。鈴鹿サーキット楽しかったです。やっぱ鈴鹿を走れるってのが良かったですか？そうですね、いつも富士のショートサーキットばっかだったんで、全然大きさが違うんで、ダイナミックに走れて楽しかったです。ダイナミックに、はい、で気はもう 100% ですね。でも心配なこともある。心配なことは今ありますね、まだ、はい、でも 100% いっちゃいましたね、やっぱりね、はい、こうやって走っちゃうと、はい、もともと出る気 100% だった方ですが、今になってどうですか？300% になりました。いや本当にこういうすごい広い指定なところで、うん、安全にというか結構思いっきりスピード出して曲がって、これがやっぱり本当にサーキットで走れることが本当に楽しいなって思いました。ものすごくテンション上がりました。テンション上がった。あとね、対向車がいないっていうのが最高です。あ、いいですね。コメントが、鈴鹿のコメントよりはもうサーキットに驚いてますけど、サーキットそうですね。どんどんもうこれからも自分の技量も上げていきたいんで、はい、ね、やっぱりこの後泉さんで膝擦りがあるということなんで、うん、はい、僕も登録させてもらってるんですけどね。ってことは来月の前半に、はい、お行きますので、じゃあそこで練習、技量を、はい、続けてみましょう。はい、いや初めてどう走っていいかよく分かんないので。そうですね、体験走行クラスですもんね。なるほど、そうですね、うん、出る以前にやることがいろいろあるなと思いましたね。それはちゃんと自覚して、はい、もっともっと練習しなきゃとか、うん、そういうことですっていうことは考えてるんですね、はい、そうですね、思ったよりスピードも出せたので直線とか楽しめました、うんうんうん、はい、盛り上がりましたね。何パーセントぐらい？80です。おー、80%。はい、まあ今日はまだ体験ですけどね、うん、いずれ自由に走れたらいいですね。そうですね、はい、自由に走れたら楽しそうですよね。あ、すごく楽しそうです、うん、楽しかったですよ、うん、はい、何が楽しいですか？そうですね、思いっきり走れるっていうところですけど、やっぱでも自分一人で走ってるわけではないので、うんうん、そこで自分のリズムじゃ走れないところはちょっと、うん、ちょっと不完全燃焼っていうところはありますけど、うんうん、そうそう、うまくはまあいかないけど、まあみんなもそんな感じだから、
その中で頑張ろうかな、うん、特に小鳥ちゃんも頑張ってるしね、頑張りましょう。はい、今日 100% あります。もともともうつなぎも発生して、素晴らしいですね。で来ないんで、まだ来ない。そうですね、まあ、次のトライアルでどうかなって。そうですね、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。次回はトライアルでよろしくお願いします。いや本当に楽しかったです。12月からライダーなんですよ。去年の12月から免許取ったのは、免許取ったのは11月です。なるほど。そしてあと3ヶ月ぐらい、はい、おお、の割には俺って才能あんのかなっていう、ね、ちょっと多分勘違いですね。いやもうコーナリングだいぶ体こうできたんで、いや多分気のせいですか、ね、40% が 60% に変わりました。ということで、はい、これからみんな楽しいんだけど、はい、自称で帰る人、おお北海道まで帰る人北海道まで帰る人がいるんですよね。まあ自走ツーリングも含めてね、こうやって鈴鹿に来てみたけれど、はい、やっぱりモータースポーツってこう仲間と一緒にやってね、そしてこうやってサーキットを自由に走ってみると、なんかオートバイの価値観がまたこうツーリングだけしてた時とは全然違って、やっぱ盛り上がりますね、うん、楽しさが全然こう、ね、違う、うん、まさしく今回ね、そういうモータースポーツの楽しみをこの川崎の ZX25R がね、すごい盛り上げてくれてるんで、うん、まあ各自の盛り上がりもそうですけど、うん、仲間でね、うん、一緒に盛り上がってこれから頑張っていきましょうね、うん、はい、はい、ということで以上 MSTV 鈴鹿ツアー終了です。おイエイご覧のスポンサーの提供でお送りしました。